アワーブルメイビルは、ケニアカクマ出身のオーストラリアと、南スーダンのサッカー選手。オーストラリア代表。デンマークスーペルリーが FC ミッティラン所属。ポジションはフォワード。2012年にキャンベルタウンシティ SC で選手となった。スピードとドリブルで、相手ディフェンダーを次々と抜いていく能力の高さを買われ、半年で A リーグのアデレードユナイテッド FC に引き抜かれた。 2013年1月11日に A リーグ初出場を記録した。2015年7月に FC ミッティラン230万5ドル超えとみられる遺跡金で加入。10月16日の試合でダニエル・ロイヤーに代わって投入されて遺跡後初出場を記録した。22日には UEFA ヨーロッパリーグ2015から16の SSC ナポリ戦で ミッケル・ドゥールンに代わって、途中投入され、UEFA 主催試合初出場も記録した。2016年8月に出場機会を確保し、経験を積むために、エスビアウエフに期限付き移籍。8日に移籍後初出場を果たしたものの、44分に退場となった。同シーズンに、エスビアウは合格したため退団となった。翌2017年7月に、 FC パソスデフェレーラに期限付き移籍。パソスデフェレーラもシーズン末に降格した。以後はミッティランに復帰、復帰後6試合で1得点2アシストを記録。11月11日の試合では2得点2アシストで5から0の解消に貢献するなど活躍を見せるようになった。代表は一貫してオーストラリア代表を選択。 初めての代表は2013年8月に行われたコチーフバイであった。2014年3月には1年を費やして出生証明書の取得と FIFA フフによるオーストラリア代表出場認可が通り、オーストラリア代表として FIFA フ出フ催試合に出場できるようになった。2014AFCU-19 選手権では3試合すべてに出場した。ミッティランで活躍すると、 グラハム・アーノルド新監督から A 代表のトレーニングに呼ばれた。2018年10月16日のクウェート代表との親善試合でマシュー・レッキーに代わって途中出場。この試合で代表初得点を決め、アーノルド監督のウイの4から0の勝利に花を添えた。この試合では同じ南スーダン難民で幼馴染みでも、あるトーマス・デンも初代表であったため、 この得点の喜びを二人は共に分かち合った。また、試合後には得点を母に捧げた。ケニア北東部の角間にある難民キャンプで南スーダン人の両親のもとに生まれた。5歳頃にサッカーを始めたが、本人は外に出てそのあたりでボールを蹴っていた。しっかりしたものじゃなかったけど、他にやることもなかった。と10回している。その後2006年に、 第三国定住制度により、オーストラリアに移住した。同じ試合で、オーストラリア代表デビューを果たしたトーマス・デンは共に、南スーダンにルーツを持ち、ケニアの難民キャンプで生まれオーストラリア移住後に、本格的にサッカーを始めた、似た境遇で育った幼馴染であり、アデレードでは、同じ学校に通い同じサッカークラブでプレーするなど、幼少時代を共に過ごしている。 2014年の兄との閣魔難民キャンプ裁縫をきっかけに幼い頃友人たちと岩やトゲて傷を負いながら裸足でボールを蹴っていた記憶からオーストラリア帰国後に協力者と NGO ベアフット2ーブーツを設立オーストラリアサッカー連盟カンタス航空や国連難民高等弁務官事務所の支援を受けて難民キャンプの子供たちにシューズをはじめとするサッカー用具を送り合わせて 子供たちの教育や健康を支援する活動を行っている。2019年には同活動により国際プロサッカー選手会から2 0 1 8 f i f プロメリットアワードを受賞した。ありがとうございます。